羽田・成田リニア新線構想は日本で構想された鉄道路線計画。首都圏空港の機能強化のため、羽田・成田両空港をリニアモーターカーで結び一体的運用しようという構想。計画によれば工法は大震度地下のシールドトンネルとし、物流機能も備える模様。完成すれば両空港間は時速約300キロで走行され。 約15分で結ばれることになる。試算では建設費は1兆3000億円で、経済波及効果は2兆9000億円。羽田成田間に続き、羽田横浜間、東京湾林海部埼玉新都心間、さらに米軍横田飛行場の軍民共用化を想定した新宿横田間の各路線まで段階的に建設する計画としている。2009年4月に、 神奈川県が本構想に関する報告書を発表したほか、同月には神奈川県と千葉県が共同で具体的な建設に向けた研究会を設置する方針も明らかにされている。ただ一方で、神奈川県の報告書によれば、年間の運営費が約1200億円と想定しており、仮に運賃を片道5000円とした場合で、採算ベースに乗せるには、 年間2400万人の乗客が必要となる。2004年に国土交通省が行った調査では、成田羽田間を移動する旅客数は年間約110万人程度にとどまっているため、20倍以上もの乗客を乗せなくては採算が取れない路線計画に対し、メディアからはそもそも実現性を疑う一件も出されている。また、同じく、 羽田成田間のアクセス改善計画として、都心直結線があり、国土交通省はこちらを支持している。ありがとうございます。